日本埼玉県上尾市、田日田日は埼玉県上尾市の町名。現行行政地名は田日1丁目及び2丁目。住居表示実施済み。市の統計などでは、上尾地区で分類されている。郵便番号は 362E の 0042E。埼玉県東部で、上尾市中央部の大宮大地と、鴨川佐岸側の低地からの宿からなる起伏がある場所に位置する。 正域は東部を高崎線を挟んで中町やあたごと接し南部は西の宮下、西部は富士見、北部は柏座と接する。全域が市街各域に指定され駅前空間となる北東部は商業地域で他は第一種住居地域や第二種住居地域に指定され一部に工作地が残る他は主に住宅地が広がっている。 上尾駅が至近にあり、その西口駅前広場がタ日の地区内に位置され、そこから西上ゲ第一、第二団地や川越市方面への路線バスや、羽田空港へ向かう空港連絡バスも運行されるなど、市内では交通支弁な地域である。住宅地の地価は2018年の工事地価によればタ日ツ2丁目7の7の地点で14万6千円。 平方メートルとなっている。元は江戸期より存在した武蔵国足立郡大谷領に属する谷津村であった。古くは柏子村のうちにあったが、小法原禄期の間に過疎が谷津村と共に分村して成立した。飛び地が柏子技及び部材領村のうちに存在した。村高は原禄豪町及び天保豪町によると122国余りであった。 活性期の個数は16件で、村の規模は、東西5町、南北3町余りであった。地名の由来は低湿地を意味する、野地が起源である。1875年の農業産物校は、武蔵国軍村氏によると、米34.85国、岡ぼ3国、大麦50国、小麦23国、大豆13国、小豆1国、干渉3000巻であった。 新編武蔵風土機構には、えのきど、ねからみ、まえくほ、なみき、はしど、すぎのうちの記載があるが、未確認である2019年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区の東京を高崎線が通るが、鉄道駅は設置されていない。最寄り駅は、 柏しに所在する上尾駅で至近距離にある。なお、西口駅前広場は、タ日の区域に位置する。地区内に、国道や主要地方道、一般県道は通っていない。なお、上尾郵便局のすぐ北側を東西に通る、都市計画道路中町タ日線が計画されている。高崎線との交差箇所は、アンダーパスとなる予定。タ日ツ二丁目に所在する、西口駅前広場より、 西揚げを第一、第二団地方面や川越駅方面への路線バスが多数運行されている。地区が駅前に位置するため多数の商業施設が立地する。なお、揚げ尾駅は柏座に立地する。ありがとうございます。